北朝鮮と中国との国境付近で新型コロナの影響で封鎖が続いていた中国からの貨物列車が国境を渡る様子を捉えました。こちらは ANN のカメラが日本時間の午前8時半過ぎに撮影した映像です。中国遼寧省の担当市から北朝鮮に向けて貨物列車が進んでいきます。 中朝関係筋によりますと、列車には中国で調達した生活必需品や医薬品などが積まれているということです。この前日には北朝鮮から中国に向けて同じ貨物列車重量余りが到着していました。長引く国境封鎖の影響で北朝鮮では物資が不足しているとみられています。